にちは、こんばんは、リカキャプテンです。いつも見てくださってありがとうございます。はい、あとですね、いつもコメントとか本当にありがとうございます。はい、今日はですね、こんな感じで桜を描いてみました。結構淡い感じの可愛い桜が描けたので、ぜひ皆さんとシェアさせていただこうと思います。よろしくお願いしますね。桜のちょっと何ですかね、まあお花見も簡単にいろいろこうホイホイ行ける感じじゃないとこありますよね。はい、なのでちょっと自分で描いて楽しんじゃおうということで、こんな感じでちょっと桜を描いてみました。あとですね、ここはメッセージ入れても入れなくてもいいんですけど、もしいい感じで描けたらちょっとメッセージ入れてね、誰かに送ってもいいんじゃないですかということで、はい、ぜひやっていこうと思います。はい、ということで、ね、今日はですね、これブラシ実は1種類だけで描いてるんですよ。そう、なので今日もすごい簡単に描けるので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでですね、私のチャンネルではこのように絵を描いたりとか写真をちょっと加工してグラフィック作ったりしてますので、ぜひまだ登録してない方はぜひ登録お願いします。じゃあ早速始めていこうと思います。でですね、もうこれ本当に簡単で、もうちょっとしたテクニックをちょっと使うぐらいで、もうあとはですね、もうほとんど使いません。なのでぜひもう本当に最後までちょっと見てみていただければ、もうあっという間に描けるんだなっていうのがわかると思うので、はい。でですね、使うのがですね、どれだっけな、描画のフレーシネっていうのを使うだけです。もう本当簡単ですよね。桜のイメージいろいろ皆さんあると思うんですけど、お好きなピンクを使っていただければいいと思います。はい、まあ私はまあこのぐらいでいいかなと思って、はい。でフレーシネをまず取っていただいて、いくつか桜を描きます。桜の花びらですね。はい、でポイントとしてはですね、このフレーシネがこうやって何回も何回もやると、こうやって色がですね、こうやって重なっていくんですよ。はい、でこの重なっていくのを後で楽しむので、まずですね、ベースは一筆書きでこんな感じで描きます。こんな感じで、はい、ちょっとハートっぽくなればいいので、こんなんですね。はい、シュッと描きますよね。描いたら今度はですね、この辺をちょっと同じブラシの大きさ、何パーセント、 7% ぐらいで、こういう風にシュッ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 ってやると、ある程度濃淡がつくんですよ。そうそう、でここら辺もあんまりこう細かくこういろいろこうもね、もういろいろ考えないでもいいと思います。こんな感じ。はい、でできました、1個できましたね。でもう一つ、またここら辺にちょっとしたものをファッと作ってみると、そうそうそう、でまたこういう感じでシュッシュッシュッってやってみる。はい、こんな感じですね。でまたここら辺もやってみると、はい、でこういう感じですね。ある程度ちょっとバランスをとって、自分の描きたいものを少しこう小さくしたりしながら、こんな感じで、はい、ペンを少し小さくしたりしながら、ちょっといっぱいいくつか描いていきます。はい、そうそうそう、こんな感じですね。ちょっとこう、まあいろんな方向に花びらを向かせて、はい、作ってみてください。でここね、こうやって集中して描いた部分を今度コピー&ペーストして増やしていく感じなんですね。はい、でまあこれベースで1個できましたと。はい、そしたらですね、これをまあこのレイヤーですね、これをこのまんま、このリボンマークのフリーハンドでここら辺をちょっと取って、で3本指出してシュッとやって、複製を押すと、今ここもう一つレイヤーできてるんですよね。はい、なのでここを今度はこうやって移動させていくんですよ。でこの今度はですね、ちょっとフリーフォームにしてちょっと小さくしたりとか、はい、でワープを使ったりとかして少し形をこうやって変えていくんですね。はい、変えてったら今度はこれを均一にして、またこんな感じにして、こういう風に小さくして散らばせていくんですよ。はい、なのでこれをですね、何回か何回かやっていくと、結構こうあっという間に花びらができるんですね。はい、でこれまたシュッてやって複製、はい、そうすると できますよね。はい、で今言い忘れたんですけど、この複製したものを左にスライドしてまた何個か複製するっていう手もあります。はい、でこれをこう何回かこう左右反転とか上下反転とかしながら、はい、こんな感じでいっぱい散らばせていくと、もうあっという間にですね、できてくるんですよね、可愛らしく。はい、でまあこんな感じでできますよね。
シュッシュッシュッ、はい。でですね、例えばまたこっちとこっちをまた複製したいなと思ったら、同じような手順をこうやって踏んでいただければもう OK なんですよね。はい、こんな感じ、1個できましたよね。できたらこんな感じにして小さくしたりしながら、はい、こういうところに散らしたりとか、はい、していくとどん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 チラチラとですね、綺麗な花びらができるんですよ。で、ここまでどんどんできましたよね。はい、できて、もっとですね、散らばしたいなと思う人はどん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 散らばしてください。こうやって、はい、いろんな、まあ、大きさとかにしてわーって、はい、そうどんどん綺麗になってきますので、はい、できたら今度はですね、この今やったものを全部この指でピンチして一個につなげます。はい、つなげたら今度何するかって言ったら、花びらってこうやって常に自分が見てる方にこうやってぴったり垂直に見えてるわけじゃないですよね。こうやってなんかこう横になったり、こうやって少しこう歪んだりしてますよね。それを今度表現していきます。はい、調整ボタンの歪みツールで、まさに歪んだりってやつですね。こういうところを少しですね、こうやって押したりなんかして少し歪ませるんですよ。はい、こんな感じで、そうするとですね、ちょっと臨場感が出てくる感じ。そうそう、こういう感じでちょっとハートを少し歪ませる感じにしていくと、どん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 可愛くなっていくので、はい。で、まあもちろん全部やる必要はないですよ。はい、まあこういうところをこういうふうに少し歪ませるだけで、なんか散ってる感はい。で、このメインのものは、まあメインのもので、まあそのままでいいかなと思ったらそれでいいですし、はい。まあこのぐらいちょっと歪ませてみたりとか、はい、してみたりとかしていただくと、あとですね、このよく見ると、この、なんですか、根元とかだけこうやって歪んだりしてるじゃないですか。はい。そういうのを少しこう表現してみても、すごい可愛いと思います。はい。で、できました。で、この桜の下に1個レイヤーを付け加えます。はい。そしたらですね、今度ブルーを取ります。どんなブルーでもいいんですけど、空らしいブルー。はい。はい。でですね、今回は、この一番下のブルーを、まあ、こうやってシュッて入れて、まあ、ブルーにしちゃってもいいんですけど、今回ですね、ちょっと手書き風な感じでこのペンのニュアンスを楽しみましょうっていう感じにしようと思うので、ちょっとですね、こんな感じでまずわーっとやって、ペンをこうやって離さないでくださいね。離すとこんな感じでちょっと分かれちゃうので、一旦ペンを離さずにこうやって力を弱くすると細くなるので、こういうところをいい感じですね、ちょっと白いところが残るのがまたいいので、こういうところを少しこういう風にしながら塗ってみてください。ほんと適当に、そんなに神経質にならず、こんな感じですね。はい、塗ってみてくださいと。はい、はい、いい感じですね。で、こうやって白いところが残るのがまたいいわけですよ。はい、で、この下にもう一個レイヤーを付け加えて、今度はですね、この下の方にちょっとペンを太くして、不透明度もそうですね、50、60ぐらいにして、こういうところですね、少しこう、また、ちょっと点々ってやっていくんですよ。で、これがちょっと、なんですか、空の隙間、雲からこう見えてる空の隙間っていうんですか、空が完全にこう、真っ青じゃない、晴天じゃない時の雰囲気が出てくるんですよ。これで。はい。なので、こんな感じでですね、少しまだらなブルーがこういうところであるといいですね。はい。で、全部をそういう風にしないで、例えばこの斜め一方向だけちょっとだけ濃くしようみたいな感じで調整してみるといいと思います。はい、こんな感じですね。そうするとニュアンスが出ますよね。これ全部やっちゃうとね、ちょっと面白くないので、はい、はい、OK です。はい、ではみ出て気になるなと思ったら、いつものように消しゴムをギューって押すと同じブラシになるので、これで少しこんな風に叩いて消していくと。はい、でもまあ少しね、こうやってはみ出るのもいいと思うんですよ。はい、という感じであっという間にできますね。で、一番上にこれのブルーを少しこう濃くした色にして、さっき何でやったんだっけ、スケッチ、カリグラフィーのモノラインとかを使って、例えばいつもありがとうとか、なんかまあ、なんか書くっていうことですね。あと、まあ書いても書かなくてもいいですし、はい、この辺はもうお任せします。ペンの太さもお好みでやってみてください。こんな感じにするとちょっと、何ですか、カードっぽくなる。はい。なのでまあこういう感じで。で、こういう感じですね。
青空をどのぐらい青くするかとかはもうお好みに、はい、お任せするので、はい、もうちょっと青くしたいなと思ったらここを複製とか、はい、してってもいいと思います。はい、という感じですね。はい、今日はちょっとお花見ができないから自分であの桜描いちゃおうということで、はい、描いてみました。最後まで見てくださってありがとうございます。こんな感じでですね、ぜひ桜を描いて楽しんでみてください。はい、今日も見てくださってありがとうございます。じゃあね、またね、バイバーイ。